おはようございます。はい、今日は西畑プロが一緒にラウンドしてくれます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はブリヂストンスポーツさんから9月13日に発売された新ツアー B JGR を使ったラウンド動画になります。すでに各メディアシダレビューでかなりいいという評判のクラブです。西畑プロはメンズのクラブ、はい、私がレディースのクラブを使ってラウンドしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょうど。お願いします。うん、今日のキーワードは、はい、JGR 史上最強の飛びなんですけど、はい、まあ、とにかく、まあ、飛ぶって言われてるクラブらしいんですが、はい、飛ばしたいですか？やっぱり。いや、飛ばしたいですね。でも元々飛びますよね。そうですね。でもやっぱりあと10ヤードぐらいは飛ばしたいんで。なるほど、はい、このクラブだったら10ヤードぐらいはやっぱ、うん、いつもより飛ぶんですかね。うん、いや、飛びそうな予感です。です、はい、じゃあちょっとラウンドしながら、ね、はい、どんな感じなのかやっていきたいと思います。はい、いつもより軽いんで抜けがいいですね。うん、ちょっと甘くない。うん、結構ヘッドが大きいんで打ちやすそうです。めちゃくちゃ、うん、球もすごい上がりやすいですね。上がり、もう打ってみて、はい、全然ピッチングの上がり具合が違いました。56度らしいです。ミスらなそうだな、このクラブ。抜けがいいです、すごく。アメリカ行ったんですか？はい、そこから2週間行って、はい、今2週間休みなんです。キャディーしました、うち。アマチュアのこのカナダアマの。へー、すごい。なんでやるんですか、キャディーは。なんか、その子がカナダアマに出るっていうから、うん、キャディーやったことなかったんで、うん、やってみたいと思って。へー、じゃあ担ぐんですか？担ぎました、4日間試合4日間もあって。じゃあトレーニングですね、はい、すごい。あ、こんなコースなんですね。はい、キャディ大変やな。すごい。痩せましたね。やっぱりちょっとアメリカでマクドばっか食べてた。言ってた。大好き大好きってマクドしか食べてない。設計にしてるんですよ、レディースは特に。うんうんうん、なので、でね、行っちゃうと思います。そうですね。うん、今ちょっとなんか持った感じすごいいいから、うん、ちょっと振りに行っちゃったんですよ。つい。登場しているのは和田さんで、和田さんはこのクラブを設計開発した方です。うんうん、はい、よろしくお願いします。お願いします。もうかなり詳しくね説明してくださるんで、なんか。なるほどなっていうのがすごい多いです。はい、女性の方はもう捕まるメイン。そうですね。やっぱ女性の方がより右に行くって悩まれる方多いんですよ。うんうんうん、そうですね。なので、まあ、より本当捕まるような設計にはもうあのシャフトもヘッドもしてますね。うん、あともう一つはあの重量も軽く、うん、だから振り切れるような設計入れてます。うん、はい。じゃあもう振り抜きやすいみたいな感じですかね。そうですね。はい。どうしてもやっぱり18ホール回るときに、ね、最後のホールでも疲れちゃって、うんうんうん、もう本当振れなくて右にばっかり行ってしまうみたいな声もよく聞くので。うん、確かにありますね。はい、それは。まあ、一つはもう軽量で、うん、しかも捕まる設計って言ってますね。うん、はい、なるほど。
その間低く押します。うん、完璧です。あ、軽くて短いらしいんですよ。なので確かに持った感じは短くて、結構捕まるというかヘッドも返ってくるので右には行かないなっていう感じはします。まあ、今ティーショットちょっと構えやすかったんで結構振りに行っちゃって捕まりすぎちゃったんですけど、1ホール目のティーショットは振り遅れた感じだったんですけど、もうドロー出たんで力入れなくてもかなり捕まって飛ぶ感じはします。150ヤード7番です。はい、今ミドルアイアン初めて打ったんですけど、すごいやっぱり上がりやすいのと、フェースが大きいんで安心感があります、打つときに。だから本当は木がすごく普段なら気になるんですけど、あ、このクラブなら上がるなみたいな感覚はあります。まっすぐと当たるんで当たりますね。これは当たる。右から大きい番手で手前から転がしていく感じで、いい感じです。なんかめっちゃ打ちやすいかもしれない。なんか疲れない。なんかいつもちゃんと打たなきゃって思うんですけど、ふってなんか短いし抜けるし距離も変わらない感じで打っててますね。楽です。うわっ、おお、意外といきます。おお、ナイスタッチ。ありがとうございます。意外と早いのかな。あ、切れた。あ、すごい転がる。シャッタープロ、はい、ドライバー打ってみてどうですか？そうですね、結構構えた時は結構大きくもなく小さくもなくすごい構えやすい印象で、まあ、打った感覚は球が上がりやすいですね。あ、はい、確かに結構高く上がってますもんね。はい、結構弾道が上がりますね。飛んでる感じはしますか？ちょっとまだ当たってないですね。確かに、はい、一旦ちょっと怖いですもんね。そうですね、掴まれやすいっていうのもあって、はい、左にとか、はいはい、でも捕まりやすいクラブなんですけど、うん、私ちょっと硬いシャフトを入れてるんですよ、うん、今回、うん、したら捕まりやすい人でもシャフトで調整したらそんなに左に行かないので、すごいいいクラブだと思います。なるほど、はい、そういうので調整すればいいかもしれないですね。はいはい、今日初めてラフから打ったんですけど、こういうちょっと分厚い形のアイアンはイメージ的にラフ抜けにくいっていうイメージですごく嫌だったんですけど、今打ってみて全然抜けました。はい、良かったです。
なかったボギーです。これあのなんかネジが、はい、あのフェースをこう支えるような構造になってるんですよ、はい、これが一番大きな特徴になってまして、はい、まあ、これサスペンションコアって私たち呼んでるんですよ。サスペンションコア